前回のあらすじ、すべてのチームが武器を購入。やばすぎ。MP7 ってやつ。僕も MP5 買った。僕これ AK か、いいね。次にボス討伐のミッションが届く。参加したチーム全員もらえるってことだよね、報酬。え、マジで？あれ？1ダメージしか与えなくても報酬もらえるってことですか、これひょっとして。誰かと協力するか、これ。C チームと協力をすることにする。ちょっとうちのこのエビオがお付きになるんで。こっちにしか来ない。エビオが死亡。やばいやばいやばい、死んだ。その後3人でボスを討伐することに成功し、報酬を受け取った。そして解散をしたが、じゃあありがとうございました。お疲れ様です。今やれるんじゃない？一人、お前、先ほど協力していたはずの C チームがゼルフィーを襲撃した。死んだんじゃね？落下で、いや、まあまあ、でもこれで1チーム減ったってことやんな。なんかヘリの音聞こえへん、これ。ヘリおるヘリおるお、すごっ。なんか下げてない？お前、なんあれ、四角いの。え、なにあれ、なんかあっち行ったの、なんやろ。救援物資どこ行くんやろ。え、怖っ。おそこに着陸した。え、なんやったんや。え、なんかヘリ飛んでない？タッピーさん。あ、ほんとだ。え、なんだろうあれ、なんかぶら下げてるし。なんかぶら下げてんな。ね、なんだあれ。ミッション3、救援物資を確保せよ。え、なんかミッション来た。ミッション、ミッション3、島の周りに飛んでいるヘリに気がついていることだろう。先ほど島を巡回するヘリが支援物資を投下した。なるほど。中には戦いを有利に進められるアイテムが入っている。戦力を強化したいと思っているチームは参加してみてはどうだろうか。え、これ参加するしかなくない？まあそうだね、行きたいね。これは、え、行くしかないな、これ。さっきのやつにあるらしいぞ。あの辺やったよな、確か。ちょっと行ってみるか。行こう。よーし、じゃあ剣武士取りに行くぞ。いやー、ちょっと気になるな、どんなやつか。うわ、やばい。うわ、痛い。どうしたどうしたどうした。あの建物に行こう。あれか。オッケーオッケー。ちょ、あの黄色いの使うわ。ああ、それ、行け。あ、それ、走れ。いやー、当たるな。走れ。やばい、痛すぎる。オッケー、入った。あぶねー。これとこう。ギリギリセーフ。右の建物には、なんと A チームが待ち伏せていた。襲撃を受けた C チームは、なんとか左の建物へ逃げ込むことができた。やっべー、待ち構えられとったな。いやー、でももう俺も体力ないし、こう、どうすることもできんのちゃう。あの救援物資を大通りにあいつら待ち構えられてた。いやー、してやられたってことか。よし、これからどうしよう。あいつらを避けて通るの。いやー、でもほぼ不可能やな、それは。ちょっと待って、これ俺がこの後ろから出て、うん、あそこの高台とか行って、この追撃砲支援で。なるほど。じゃあ俺はそれを、ザックさんがそこに行くまで俺がまあなんとか耐えとくから。いや、それ頼んだ。じゃあこっから打っといてほしい。オッケー、分かった。一か八か。じゃあ俺行ってくるわ。オッケー、任した。よし、じゃあ時間稼ぎでも。よいしょ。うわ、いてえ。おしるこが注意を引きつけてる間に、ザックが追撃砲支援で敵を仕留めようという作戦だ。うわー、痛そう。大丈夫、頑張ってくれ。いや、頼む。結構早く行ってほしいかも。耐えれるかな。よし、曲がって、くそ、登って、うわ、このぬかるみがしんどい。おら、泣いて。くそ、だいぶダメージ食らった。もう食らえへんな、ダメージ。よし、階段登ってるよ。ナイス。こう登り切って。いやー、頼む。早く行ってくれ。よしよし、高台取れた。マジよ、相手のチームの一人が、なんか回ってるぞ、うん、こっちに。なんと A チームの一人が、ザックと同様、動きに出ていたのだ。見える？ちょっと、あれ、俺狙うわ。頼む、見えるかな。よし、じゃあこのミサイルであいつ狙うか。オッケー、頼む。さあ、お、行ったんじゃない。どう、やった？倒せたかも。マジで？じゃああとはあの家、前の家にいるやつだけやな。目の前のやつだけ。チームメイトの雪道が倒されたことにより、ハッピーは逃げることを選択した。ぼちぼち。いやー、危なかった。よしよし、来れたね。多分この辺だよね、落ちたの。多分この上にあるんじゃない？物資が。
いやー楽しみだな。何が入ってんのやろ。どれだ。おお、あった。これか。これじゃない。じゃあ開けてみるか。オッケー、くぞ。ほっ、おお、なんだこれ。何これ何これ。うおー、マシンガン。めっちゃごついぞ。ちょっと撃ってみていいか。どうか。いいよいいよいいよ。おお、なんだこれ。音が強い。絶対強いやんこんなの。え、これであと一人やれるんじゃない。もういやー勝ち確かなこれ。ちょっと勝ちに行こうぜ、その武器使って。しゃ、やった、どんどん強なってく。いやー今日はなかなか濃かったね。いやー今日はいろいろやったよ。いやまさかここで一人仕留めれるとは。かも、給物資も手に入った。補給物資もいいし、そういえばさ、うん、ここってもうあと一人倒したら終わりじゃない。確かに。だってこの前のボス戦で二人死んで、今回一人死んで、あれ？あと一人やん。あと一人、2対1か。そう、今日逃したやつを明日倒せば。はあ、こりゃ勝ったな。ついに俺らも大量の賞金を手に入れることになるぞ。ここまで。ザクさん。時は遡り、3日目、2つのチームがメールを読んでいた時、もう一人の生存者は動いていた。あれ待って、なんかヘリコプターがなんかここら辺に来てたような気がするんだけど、あれなんか、おお、なんだこれ。え、なんかある。え、なんか地味に動いてるけど、まあいいや、とりあえずこれなんだ、取れんのかな。おお、待って、なんか入ってるよ。うわ、これ絶対にめちゃめちゃ強いやつでしょ。待って、でもこれ2つ入ってるけど、これ多分僕1回死んだと思われてるから、あの赤色と緑色のやつに僕は死んだと思われてるから、これあえて片方だけ取って、ちょっとなるべく死んだと思わせれるようにしとこう。よし、じゃあこれであの二人倒しちゃうか。ちょっとさっきのマジやり返したいからな。よし、まあとりあえずちょっと一旦ここから離れよう。誰か来ちゃうかもしれんから。これ、ん？今やれるんじゃね？お、一人？え、お前、あ、よいしょ、あ、やばい、外しちゃった。やばい、外しちゃった。やばい、当たる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 。やばい、やばい、俺が、あの時倒したはずなのに。あれでもここが崖？え？ん？あれ？え、これ死？え、崖じゃない？でも、まあでも この高さならまあ。まあ死ぬか。はい、まあまあ普通に行かないしな。そうなのである。死んだと思ってた男、死なせたと思ってた男、殺したと思っていた男、死んでいなかったのだ。